おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、こくらせエピソード4、やっていきたいと思います。前回はね、ゲンジ君の初めての赤い糸紡ぎが終わりまして、これから、ゲンジ君の作戦の上で、コロコロ転がっていきたいと思います。そう、キャラクターも、プレイヤーも、みんなコロコロ回るんだよ。よし、じゃあやっていこうね。さあ、次誰に切り替えるんだ？ちょっと待って、固まりすぎじゃない？おっと。なんで真っ暗になるのかな？なんで真っ暗になるのかに、ね。目の前に虫がいる！ちょっと待って！あー死ぬ！怖い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 ！でかい！でかい！ちょっと待って！ああ、怖かったー。ああまだ生きてるわあ死んだ死んだ死んだ臭い。ああ、怖かったもう怖かった怖かったああ、もうゲームは固まったままです。もう本当に。ああ、ほら、もう落ちたし、ゲーム落ちたし。もう。ああ、いや、ほんと怖かった。今固まって、いろいろやってるうちに目の前に虫が現れて、いろいろやってました。ああ、怖かった。じゃあ、人変えで、じゃあ、永田くん。ああ、永田くんの顔見るとちょっと安心するわ。お、中野さんじゃん。演劇部員を使って先生に秘密で噂を流しておいた。どうやら大部分の特化生に知れ渡ったようだな。ああ、たくさんの生徒が見に来るみたいだ。しかし先生の目を欺き行動を分け放つのは難しいぞ。ああ、放課後職員会議が行われる今週末、この日しかないと思う。なるほど、その日まで怪しまれてはならぬ。我らの気合で必ず舞台を成功させる。永田くん気合入ってますね。いいですね。お、めぐみちゃん？あれ今この場にめぐみちゃんがいないね。なるほど。お、さあ秘密のお部屋の永田さん、さあ秘密のお部屋の永田さんたちに合流しなきゃ。オッケー。お待たせみんな。ごめんなさい、遅くなりました。いや、無理はしなくていいんだ。大丈夫ですよ、永田さん。ちゃんと舞台は整います。うん。すまん。さあ、秋葉くんに言われた通りにしなきゃ。ことの葉ね、任せろ。これだ。舞台は綺麗にした方がいい。仲間たちに掃除を頼んでみて。いいやて、オッケー。当日は、やっぱり舞台を綺麗にしたいわね。俺たちのワックス使うか？しかし、魚住先生もいるし、簡単には持ち込めないぞ。掃除道具、外から持ってきたら怪しまれるわね。一回ちょっとセーブするね。固まったら怖いので。メグちゃんの冷や汗をかいてたセーブデータをちょっと更新してしまいました。掃除に必要なものはもう行動にあると思うんだ。それを使って。行動にあるものを使ったらどうかしら？どういうこと？行動にもともとあるものなら持っていても怪しまれないわ。ワックスを持ち込むのに便利なもの？そういや、入り口のそばに空の容器がいくつか置いてあったな。ああ、タンクか。ポリタンクのことか。では、それを使おう。おや、ワックスをそれに入れて持ってこればいいんだな。じゃあ、一つ拝借しよう。さすが秋葉くん、計画が進んでいくわ。いいね。お、田畑ガモくんと秋葉源氏。なるほど。じゃあ、ガモくんから行こう。奴ら、俺を頼りにしているんだろうな。仕方がない。行ってやるか。偉そうだな。おい、作戦を考えてやったぞ。ち。おお、頼もしいな。では、教えてくれ。よし、聞け。作戦はこうだ。俺が魚住先生のところに行き、急行動の鍵を奪う。
職員会議に出る魚住先生は鍵のことにはしばらく気づかんだろう。鍵を開け、一斉に準備を行い、15分で始め、一気に演じ切る。ああ、わかった。これは電撃作戦だ。職員会議は通常90分。時間との勝負だぞ。うん、ごっくり。ま、俺がいないと成功しないだろう。そうだね。田畑ガモくんが、ピエロになるんだね。さあ、ゲンゲン。ここ怖いな。さっさと屋上に上がろう。お、また行くんだ。ヤッホー、レン君、いる？よっと。あ、いるね。また来やがった。メグに会いたいか？すっかり照射気取りですね。まだ決着はついてないのに。秋葉、お前の企みを阻止するのはたやすい。だけど、メグの骨格を見るのも悪くないな。俺はどっちでもいいね。どうする？どうもこうも。僕は依頼を果たしますよ。じゃあ、メグに告白させてみろ。お前にあの女を操る能力があるかい？ええ、ありますとも。僕はメグを告白させます。面白いな、秋葉。ここでいつでも、成り行きを見ててやるよ。どっか屋上でずっと。ええ、楽しみにしてください。メグの告白を。ずっとどっか屋上でじっとしててくださいよ。いいねー、いいね、このバチバチ感。たまらんね。さあ、メグちゃん。メグちゃん。ちょっとね、メグちゃんみたいな魔性の女めちゃめちゃ憧れるわ。かっこよすぎる。じゃあ、これで。あ、メグちゃん見てる！聞いてる！メグがどっちを選ぶか、楽しみだよな、ゲンジよ。あんたがメグにふさわしいとは思えませんがね。聞いたか、メグ。お前を操って告白させるんだそうだ。ゲンジ。ゲンジ、いいわ。私を踊らせて。何これ、楽しい、もう。いや、ゲンジくんがさ、もうゲンゲンって感じだよね。もう何言ってるかわかんないと思うんだけど。いやー、たまんねー、楽しい。ちょっと、もうゲンゲン、メグちゃん取られるのちょっと嫌なんじゃん。ちょっと固まらないで。あ、よかった。なあ、メグ。あいつはやめとけよ。あいつより、もっとマシな男がいるだろう。あいつはやめろよ。ちょっと待って。思わず口を手で押さえてしまったけど。な、あ、うわ、キャーただの、なんか、困惑するオタクになっちゃってるよ。楽しい。八王子に勝つ。それだけさ。普通か屋上に戻るか。いや、もうね、なんかちょっと興奮しすぎてね、手が痺れてきた。いやー、ちょっとこれ、皆さんどうです？ゲンゲンやばくね？あら、おっさん。おい、ゲンジ、何を考えてやがる？何がだよ。意外と違うじゃねえか。メグちゃんが舞台で告白するって？しかもメグちゃんの相手が違うぞ。長田？誰だそれ？メグの運命の相手さ。運命？運命？恋愛を小馬鹿にしてるお前が運命だ？大舞台で告白させられて。断れず、そいつと付き合っちゃえばいいのさ。おいおい、ゲンジ、もしかしてレンに焼いてんのか？そうじゃないよ。尺なのさ、比べられるってのが。だからちゃぶ台返しってわけか。おめえもわけえな。って笑ってる場合じゃねえぞ。報酬どうすんだよ。
付き合うんだから告白成功。報酬は請求すればいい。付き合う相手が違うだろうが。じゃあ半額。いつもそうしてきただろう。こりゃ3割だな、請求額は。ひ。ところでおっさん、一つ頼みがある。なんだ？あのさ、おっさん、今回は役に立ってくれよ。何させるんだろう、おっさんに。あ、永田くんに変わるんだ。ちょっと一回ちょっと待ってね、カットします。え、じゃあ永田くんに変えようね。おーおー、BGM がでかいな。よし、みんな結婚まで英気を養い、準備に励もうじゃないか。はい。うん、頑張ろう。ふん、用が済んだらさっさと勉強に戻れ。お、永田くんまで屋上に来ちゃってどうした？青春とはほんの少しの力で大きく動くものなのだな。あ、永田よ。何？男たちの友情シーン？おお、市ヶ谷、どうした？いや、ちょっと夕日が見たくなってな。俺もそうなんだ。偶然だな。俺もだよ。なんだ、四ツ谷もいたのか。俺たち三人、つくづく腐れ縁を感じるな。気持ち悪いこと言うな。お前は明日、俺たちの元を離れるんだよ、永田。そうだ、お前は飛び立つのだ。愛の満ちる光の中へと。何を言う。まだわからんだろう。相手の気持ちもある。転校少女か？協力者のメガネ女子によると、お前にゾッコンらしいぞ。心配するな、永田。いやー、楽しみだな。ほんとほんと、明日が楽しみだ、俺たちは。俺たちは。少し、寂しくなるな。ああ、寂しくなる。お前のような友を思うと、お前のような友を得て、嬉しかったんだ。おいおい、暗くなっては困る。俺の決心まで、鈍ってしまう。あ、そうだな。悪い悪い、永田。俺は、いつでもお前を応援するぞ。ありがとうな、お前たち。礼は明日まで取っとけ。成功してからだ。ま、成功は間違いなしだがな。そうか。油断は禁物だがな。なあ、明日以降なんだが。お前が巣立った後か？どうした？お前たち、またいろいろ相談に乗ってもらえんだろうか。今後も。なんだって？バカ言え、俺たちに見せびらかすつもりか？いや、そうじゃないんだ。俺は、愛も大事だが、男の友情も大事だ。友情の絆は、愛と並列して繋ぎ止めておいてもいいだろう。しょうがないな、永田。よし、任せておけ。お前が独り立ちするまで、俺たちの腐れ縁は、お前と共にある。ありがとう、お前たち。本当に。綺麗だな、夕日。ああ。綺麗だ。ああ、青春のなんて書いてあったかわかんなかった。演劇復活。その噂は、瞬く間に特化生徒に知れ渡った。特化生皆、持ち前の賢さと貧困法制さで、この話題を表に出さず。そのため、先生たちの誰も、生徒たちの企みを知ることはなかった。そして、その日は来た。秋葉くん、勝てるかしら？どうだろうね。いや、ちょっと待って、あのね、あの、もう、芝居に熱が入りすぎて、ちょっと私も泣きそうだった。いいな、男の友情ってのは。
ああ、なんであんななんか、なんであんななんかひがみっぽくなっちゃったんだろうね、あの三人ね。これからわかるんだね。いやー、これから嫉妬激励隊が生まれるわけですよ。じゃあ、めぐみちゃん行こう。行くわ、秋葉くん。ああ、頼むよ。掃除用具は急行道入り口横の茂みに隠してある。え？なぜそれを？そう頼んだのさ、彼らに。そうなの。さすがね、秋葉くん。さあ、めぐみ。彼女の運命は、君の手に委ねられた。秋葉くんは行かないの？僕はそっと見守るのが筋ってもんさ。さすがだわ、秋葉くん。さあ、行って。え？特化の行動前へ。秋葉くん、私頑張るわ。さあ、行こうか。ちょっと行動前に行く前にセーブしようね。さあ、行こう。お、来た来た、目白さん。いよいよですね。よろしくお願いします。田畑が鍵を持ってくるはずだ。そいつを待とう。秋葉くんが言っていたワックス入りのタンクを探さなきゃ。茂みの中にあるはずよ。この人たちには話しかけられない。ここね。あれ？ここの辺じゃなかった？あった。茂み。あったわ。ワックスってこれね。タンクにいっぱい液体が入ってるわ。これがワックスね。さあ、じゃあ人替えで、ガモくんね。魚住先生のところに行き、鍵を奪う。ふん、たやすい。職員室、魚住先生から鍵を奪う。あの教師なら、簡単に出し抜けるだろう。オッケー。魚住先生、やっほー。魚住先生。おー、田畑か。俺は勉強は教えられんぞ。わっはっは。ええ、そんなことはわかっています。それよりも少し気になることがあって。なんだ？体育館脇で怪しい男を見かけました。中を覗いていたようです。そうなのか？ここの生徒なのか？わかりません。声をかけようとすると逃げてしまったので。そうか。ちょっと行ってくるかな。よろしくお願いします。羽里特化の教師たるもの。体育といえど、もっと質を上げてほしいものだ。魚住先生のこと超バカにしてんな。結構可愛いというかいい先生なのにね。魚が大好きなだけなんだけどね。さ、手に入った。行くぞ。さっさと急行道の前にいる連中と合流するか。オッケー。いや、まあ、こういう時にね、仕事ができる人が、こう、操り人形でいると助かりますね。鍵を持ってきたぞ。ありがとうございます。よし、舞台をきれいにしましょう。あの連中はどうした？暑苦しい三人組は。え？ワックスは持ってきてるのに。待っていては、あ、間違った。待っていては時間を浪費してしまう。俺たちだけで行こう。みんな、俺の舞台のために張り切っているな。じゃあ人替えで、タマちゃんか。タマちゃんか。タマちゃん何するんだろう。よーし、秋葉くんのところに行くわよ。オッケー。あれ、でも結局あれだよね。秋葉くんは屋上にいるんだよね、まだ。オッケーオッケー。ヤッホーン。ヤッホン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 。秋葉くん、いよいよなのね。たまか、ちょうどよかった。頼みたいことがあってね。何かしら。特化生をしばらく足止めしてほしい。つやつやした太った生徒。市ヶ谷さんだっけ？確か連れもいたわね。でもどうして？物事には適切なタイミングってのがあってね。面白い。面白いわ。やっぱり何かが起こるのね。別に、演劇して、告白して、おしまい。いいわ。協力してあげる。秋葉くんに協力。特化に行って、永田さんの友達を足止め。オッケー、任せて。結局はね、私は秋葉くんの言いなりになる、もう、一年生の時点から仲間である小倉瀬の生徒なんでね。お、いたいたいた。さあ、行くぞ、ワッツー。おいや、ちょっと待って。
君は、永田と話していた。僕たちに何の用でしょうか。私も演劇の準備したくて、手伝っていただけませんか。いいです、もう、なりと。やったー、じゃあこっち。足止めついでに、普通科の私の用事も手伝ってもらおうっと。頭がいいね、たまちゃんは。じゃあ、市ヶ谷くんか。お手伝いするんですね。あの子、さっさと行っちゃったぞ。追いかけねば、彼女を助けてあげるのだ。しかし、集合時間が。四谷、我らの青春も花開こうとしてるのだ。この機会を逃して何とする。理髪で可憐な少女を追うのだ。なるほどね。追いましょう。じゃあタマちゃんどこ行った。あ、来た来た、早く。普通か。ありがとうございます。機材を運んでもらっちゃって。いやじゃあ私は用意がありますので。ああ、また会おうぞ。おい、市ヶ谷、早く行かねば。そうだな、ワックスを持っていくのだ。早く急行道入り口へ向かい、準備作業に加わらねば。オッケー、行こう。たまちゃん。たまちゃん、ちょっと、この僕と恋愛をする気はありませんか？あ、ありませんよね。すいませんでした。さよなら。みんな準備してんのかな？すっかり遅れてしまったぞ。まずいぞ。あれ、掃除はすでに始まっているぞ。お前たち早く来い。あの、ワックス。もう終わったぞ。水っぽいワックスだったが、だいぶ綺麗になったぞ。なんだ？まあいいだろう。いらないなら外に置いておこう。早く来い。なんだあの横暴なガリベメガネは。後から割り込んできたくせに。こらえるのだ。逆転の時はもうすぐだ。結婚の時は、もうすぐだ。いいねえ。いやー、ワクワクする。このね、こう、みんなを操ってる時が一番楽しいよ。そろそろみんなが集まり出す時間ね。おー、みんな来てるね。ここは羽里特化の急行道。舞台は見違えるほど綺麗になりました。今ここで、羽里の忘れられた伝統、創立記念演劇が復活しようとしているのです。私、普通科放送部1年代々木玉が、この模様を音声生中継でお送りしております。さて、行動内は羽里特化生で満ちております。やはり、伝統の復活に関心を寄せる生徒が多いのでしょう。しかし、この創立記念演劇、特化の成立よりもはるかに以前からある伝統。普通科にも、感激の資格があると言えましょう。それゆえの生中継です。おっと、観客が騒ぎ出しました。どうしたのでしょう。おい、あれ。いや、あのさ、ずっとね、ずっと突っ込みたかったの。ほぼほぼみんな同じ顔してる。女の子みんな同じ顔してる。髪型がみんな一緒。前髪だけちょっと違うけど。あそこに立ってるの、あの人、まさか。最高特化生の、うぐいすだ、さっき、あの方が、一般生徒は誰も近寄ることを許されないアンタッチャブル令状を実在したなんて。あの、アンタ嬢が感激遊ばされてる、遊ばされるぞ。ちょっと待って、動揺して口が全然回んなかったけど。え、うぐいすだにさきさん出るの？へぇー。ね、小倉瀬見たことない人はちょっとわかんないかもしれないんですけど、無印版の小倉瀬のヒロインです、この子。うぐいすだに、うぐいすだにさきちゃん。この子が、あの、ターゲットになって、依頼人の告白を成功させるに至ったっていう物語でした。いやー、これ、激アツですね。なんということでしょう。真相霊場、特化の花までもが感激に訪れております。あんた嬢、あの子が、美しい。間抜けな顔をしてうぐいすだに嬢を見つめる彼。彼は後に大きな騒動を起こすことになるけど、それはまた別の話、無印版でね。ちゃんと宣伝してくれてる。
でもね、今ね、無印版ダウンロードできないんですよ。寂しいね。さあ、盛り上がってきたわね。いや、もう、ダメだ。もう、あれだね。興奮するとマジで口回んないね。じゃあ、ガモくん。おい、すごい騒ぎだな。大丈夫か、タバタ。タバタ、緊張で倒れるなよ。我は、高潔なる、騎士にして、王子。あ、タバタさんたら、すでに王子になりきってるわ。この調子なら大丈夫だな。姫を助けねばならぬ。永田さんも、頑張って。うん、姫を、この手に。もう多分ね、今ね、台本のことっていうよりもね、もう、メグちゃんとチューすることしか頭にないから、この人、多分ね。じゃあ、永田くん。違うや、俺、震えてるよ。バカ、青春の高揚感を、思い出せ。大丈夫か、永田。いちがや、よつやよ、ありがとう。青春にふさわしい、最高の舞台だ。落ち着いているな、お前は。こんなにすがすがしい気分は初めてだよ。今日、俺の青春は爆発する。そうだ、永田。お前は今日、最高に輝くだろう。ああ、俺は諸君らの友情を背に受け、必ずやり遂げる。そうだ、震えてる暇などない。よし、青春をつかみ取るぞ。うん、青春は爆発だ。はあ、いやー、これはもう最高潮ってところなんですけど、ちょっと今日こんぐらいで終わろうかな、意地悪なんで。ってことで、じゃあ多分次回エピソード4最終回なんじゃないでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回、おつぴよです。